似てる？似てる。ぶどうちゃん似顔絵コーナー。5時間で20人似顔絵描けるかどうか。結果どうだったんですか？はい、まあまあやないですか。ぶどうちゃんです。ということで今日は新規商工さんの大感謝祭にやってきました。今日はこちらで似顔絵を描かせてもらうんですけども、5時間で似顔絵20人描けるか、検証してみたいと思います。それでは行ってみましょう。えい、ほう。大きいポスター作ってくれます。見てください。ぶどうちゃん似顔絵コーナー。これ誰ですか？今日はハロウィンコンテスト優勝いけそうですね。はい、昨年までなかったんですけど、めちゃめちゃでかいエアーユーズが、今年は登場しています。めちゃめちゃでかい。で、今日はここで似顔絵描くんですけども、なんとこの描くところの上に、スピーカーがあってめちゃくちゃうるさいです。はい、ということで今から20人かけるか始めたいと思います。やるぞ。メインステージでございます。はい、すいません、お待たせしました。まずは1人目と2人目を描きました。ありがとう。拍手拍手。はい、ということで今、2名描きましたけどもね、順番に来はるんですけど、ちょっと早く描いたんで、1人15分ずつ撮ってくれてるんですけど、今ちょっと時間が空いてしまいました。ちょっとミスりましたね。バルーン大人気です。車に落書きしていいんですね。すごい。あ、みんなすごい上手。今日の、似顔絵は、はい、こちらで皆さん受付をしてくれてます。今日のマップはこんな感じですね。あ、ちゃんとここにぶどうちゃんコーナー作ってくれてます。グレープなんて売ってますね。射的にポップコーンに、あ、塩唐揚げ、めっちゃでかいですね。うお、すげえ。ありがとうございます。やった。うお、めちゃめちゃ、うお、熱々。唐揚げゲットしました。あー、やばい。あー、お客さん来てる。おう！ということで、3人目4人目の方完成しました。拍手。ありがとうございます。めっちゃでっかい、何やこれ、ジャンプするやつ。ということで5人目6人目7人目が完成しました。ありがとうございます。拍手。で、今、7人を描きましたけど、なんかスケジューリングが、結構余裕をとって予定を組んでくれてるので、20人難しいかもしれない。はい、お弁当を用意していただきました。3、2、1、パッカー。お、とんかつ？とんかつに唐揚げに、ちくわに、ご飯、おからまで、ひじきまでついてます。始まりますよ、寄ってくださいよ。寄ってくださいよ。はい、おめでとう。はい、おめでとう。ごちそうさまでした。ということで、8人目、9人目を描かせていただきました。はい、似顔絵どうですか？似てますかね？僕はすごく似てると思いますね。はい、ありがとうございました。はい、10人目完成。はい、ありがとう。どうでした？書いてもらってる感想は。とてもなくて、もうまだまだ書いてほしい。まだまだ書いてほしい。1人1枚なんでね、ごめんね。似てるかな、似てないかな。似ても似てる。イエーイ。はい、じゃあまたどこかで会った時は書きますんで、また来てね。ありがとう。できました。ということで11人目描かせていただきました。どうですか？似てますかね？楽しかった人手挙げて。ありがとう。はい、12人目と13人目完成。イエーイ。どう？
似てる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 、はいはい、好きな YouTuber 誰？ヒカキンさんやな。そうやな、上手やったら拍手拍手拍手せえへんのか。めっちゃめっちゃ優しいやん。ありがとう、へーイエーイ。おう、はい、14人目、15人目の完成。はい、どうですか、楽しかった？似てますかね。はい、じゃあまた来てね。はい、まだまだ盛り上げるぞ、えいえい。おー、ありがとう。似てますか？楽しかった？じゃあありがとうね、まだまだ盛り上げるぞ、えいえい。おー、頑張る。はい、バルーン大人気。はい、ステージでは、マジックショーが行われています。はい、落書きコーナーでめちゃくちゃみんな、素敵な絵を描いてくれてます。16人目、17人目、18人目完成しました。ありがとうございます。どうですか、似顔絵描いてもらってどうですかね、そっくり、どう、嬉しい、どうですか、お父さん、いい思い出になりました。18人到達しましたんでありがとうございます。はい、おめでとう。はい、休憩中なんですね。430、はい、次の方、10時40分の方来てくれました。今日はこれは誰かの仮装ですか？着ないでもだけど、ありがとう。元々は妖精。あ、妖精ちゃん、かわいいね。じゃあ早速描きます。はい、完成いたしました。じゃあちょっとね、メイクとはねちょっと違いますけど完成しました。じゃあどうですか、うまい、うまい、イエーイ。はい、似てると思った人拍手。はい、ありがとうね。じゃあ最後に見せてください。ありがとう、ありがとう。はい、落書きしてるの車のコーナーも落書きが完成してます。おー、すごい、私が描いた似顔絵に負けず劣らぬすごい作品が生まれてます。見習おう。今日はありがとうございました。あの声良すぎてね、あなたの声がねずっとここからずっと出ててね、もうここでガンガン響いてましたんで、めちゃくちゃスムーズに進みました。うるさいよ。いや、うるさくない。いい声、いい声だった。すごく声が通った。ありがとうございました。また来年もお会いしたいと思います。FM 元気の杉山さんが元気をくれました。あ、お疲れ様です。あ、藤さん、今日ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。盛り上げていただきました。実は、今日、こっちうるさいな。今日、5時間いただいたじゃないですか、はい、5時間で20人似顔絵描けるかどうか、はい、検証をやっておりました。はい、結果どうだったんですか？19人です。ほっとけよ。なんか途中弁当を食べたんだ、30分ぐらい。弁当か、弁当と似顔絵達成どっちが大事だったんやろ。いや、そんなのなんて、そんな厳しいやん。めっちゃ厳しいやん。ということで、新規翔子さんの感謝祭はめちゃめちゃ楽しみました。ありがとうございます。ステージもここもめっちゃ楽しいイベントがあったから、見たりしてたからちょっと時間取られちゃいました。そっちね。そうなんですよ。ありがとうございます。19人、19でしたわ。19? はい。ありがとうございます。ぶどう茶の腕やったら、次回は来年呼んでくださいね。ああ、もうぜひとも。来年も呼んでくれるんですか？もちろんね。じゃあ逆に来年来てくれないんですか？
いいと思う。いや絶対来る。あ、社長さんが始まる時に謝られて、はいはい、もう毎年専属みたいにごめんなって言ってたんですよ、はい、全然大丈夫ですからね、専属でいいから、役に呼んで、はい、定期固定収入お願いします。おいおい、やらしいやらしい。そういうことです。では、11月3日、はい、新規商法年に一度の大感謝祭、またのお越しをお待ちしております。はい、今日はありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございました。皆さん、それではまたお会いしましょう。また見てね。双子コーデ、今日はありがとうね。